いやあ、せつな圭介だよ。前回のパート、ベルは、アンジェに襲われたけど、正直、ベルあれやな。アンジェに襲われるんだったら本望やな。だけどまあ、気にせず行こう。ネオってところで終わったんかな？とりあえずベルも所定の位置について寝ればいいんかな。よし。お、ショタベルの時間。ショタベルの時間が始まるぞ。出た、ショタベル。ああ、またこのなんかバグったゲーム。ガーッ、何ですか、やめてくださいよ。こっちでよかった。じゃーん、無慈悲な痛み、謎の無慈悲な痛みが始まってる。迷わずに来てしまった、それっぽいところ。あ、まだまだだ。道の先々にあるパンくず、これは道しるべ。アンジェちゃんはこの先にいるのかな。で、オルゴールが流れる。デレレレレって始まるかなってちょっと思ってしまったけど、ちゃうんやな。くす、へっ、お父さん、お母さん。オオカミだ、オオカミが人食いに現れたぞ。え、どういう展開これ。お父さんとお母さん、え、どういう展開。1年前、村に突然吸血鬼が現れた。村人はどんどん殺されていき、父さんは部下と共に吸血鬼退治に乗り出した。おい、銀の弾が当たらないぞ。このままでは弾切れになってしまう。どうすればいい。今回の吸血鬼は普通じゃない。どうやら純血のようだ。純血とかハーフとかあるんだ。クソ、厄介なことになったぞ。やっべっぞ。ダメだ、みんな戦ってる。僕も行かなきゃ。アンジア、村のみんなを守らなくちゃ。ダメだ、こんなところにいたら。でも無理だ、だって今回の吸血鬼は特別だってさっき父さんが言ってた。僕たちの祖先と同じ純血だって、初めての狩りだってのに。こんな、ダメだ、戦わなきゃ。僕だって見習いとはいえ狩人なんだから。気分的にはいかに信じなんだろうな。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。お前は下がっていろ。でもいいから黙れ、お前にはまだ早い。そんな、僕だって狩人になっただけで立たせてくれたっていいでしょ。何度も言わせるな、近寄るな、足手まといだ。拒絶、父親からの拒絶、今でも僕は後悔する。この時僕が諦めなかったら、父の言葉を言い訳にして戦いを放棄してしまわなかったら。父さん、お母さん。あ、純血の狼に、吸血鬼に、アンジェのお父さんとお母さん殺されたってことか、これ。アンジェ。もしベルが戦っとったら、そのお父さんお母さんを助けたかもしれないっていう、そういう感情か。渦巻いとんやな。アンジェの一家は、アンジェ一人を残して、惨殺された。住む家のないアンジェは僕の家で引き取ることになった。僕のせいだ。あの時せめてアンジェの家の周りを見張ってさえいれば、吸血鬼に遭遇した時せめて威嚇射撃でもできれば、僕があんなこで諦めたりしなければ。そういう過去があるか。この時僕は自分自身に嫌気がさした。だから変わろうと思った。村全部を守るのはまだ無理だ。それならせめて一人だけ、アンジェに守れなくてもいいように、むしろ僕が彼女を守ることができたら、そしたら僕はもう昔の僕じゃないって、誰かを守るくらい強くなれたんだって僕自身に認めさせることができるから。そういう思いからアンジェにか、うん、
胸に抱える思いはただ一つだけ。一点だけを見つめて、まっすぐに。こういう過去があったんやな。お？あ、ゲホ。息が苦しい。あの時から私、変だわ。どうしたのかしら。狼に噛まれた、あの傷のせいかしら。え？ってことはあれじゃない？なんか、前に見たような、狼は、吸血鬼は、なんか村に仲間を作りにやっていくみたいな、仲間を作るみたいな。それで、両親が殺された時にアンジェも構えた件、アンジェも吸血鬼になったみたいな感じか？これ曖昧な感じやめて、ウェンズデイ。こういう推測は立てれるんやけど、推測は間違ってましたみたいな感じのことがよくあったけんな、これまで。朝か。昨日のアンジェは、一体、どういうことなんだ？やっぱり。いや、そんなことあるわけない。アンジェは人間だ。だってこの家に来たときはいつものアンジェのままだったじゃないか。覚醒したんだよ。あ、HP 回復したんで、クッキーの数がやつに戻ってるわ。アンジェ。ちょっと BGM 消えるんやめてください。ちょっと怖いんですけど。アンジェ、おはよう。あ、ベル。おはよう。よかった、いつも通り。よかった。やっぱり僕のアンジェだ。僕のって言うてね。え、あ、ベル、さらっと僕のアンジェって言っちゃって。ベル何よ、お前、勝手に自分のものにしたな。もう将来、いいな好きになったつもりでもおるんか、お前。アンジェ、そろそろお腹が空いたよね。朝ごはんにしようか。どうした？だ、え、やばい。やばい。まだ前回のパート見てないな。ボートとかすんじゃないだろうな。アンジェ？あ、やばいやつだ、これ。朝ごはん。私の朝ごはんは、わわわ忘れ物。まさかまた。襲い来る吸血鬼は逃げてください。まだ吸血鬼扱いしてる。ただし前回とは違い、呼びかけは一度だけとは限りません。さらっと何回もやれって言うよ。昇級取り戻すのって何度もでも呼びかけてください。言葉にしたら楽なんだよ。でもね、早いんだよな、アンジェ。足見て、あっ、呼びかけ、あ、呼びかけ失敗。呼びかけ失敗しました。あ、早い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 、呼びかけ。Z キーじゃなかったっけ？呼びかけるんで Z キーじゃなかった。ああ、呼びかけれてない。呼びかけれてないぞ。やめて、そういう。あ、危ない。今、危ない。あ、危ない。いけ！よし！アンジェ。やだ！ちょっと、アンジェ何か喋ってくれ！せめて何か反応してくれ！今、何か反応待ちだったんじゃ、今、俺。何か反応するかなって思う。よし！聞いてよ、アンジェ！あ、聞いてくれてない。ちょっと。えい！聞け聞け、あーやっ、あ、うふふ、ち、おいしいわ、アンジェ。ゲームオーバー。やり直すわ。もちろんですよ。難しいな、手で。これ、HP 全回復してくれんかったら、それは割に合わんっていうレベルや。いけ！呼びかけ！呼びかけの条件がわからん！呼びかけの条件がわからん！呼びかけでどうやってできよん、これ。呼びかけの条件がわからん！呼びかけの条件が全然わからん！どうやって呼びかけを打ったかわからん！ Z キー押したのに。わからん。わからん。なんで俺呼びかけてきよったんだよ、これまで。だってちょっと離れて、アンジェの方を向いて言え、Z キー押せばいいんかなと思っとったのに、全然できんかった、今。わからん。呼びかけのシステム、もうちょいちょっと教えてくれ。今だ。あ？え、呼びかけれてない。呼びかけれてない。どういうことだ？
やめて。というちょっと呼びかけの呼びかけにはちょっと判定がありますが、やめてくれ。ロゴ、あ、Z キーじゃないん？ Z キーじゃない。ちょっとアンジェ無事にやめる。やめやめ、 ADP してほしくない。もう終わり、終わりだ。なんで呼びかけれん。お、2回目できた。さっき1回、アンジェ、僕は君の味方だからって出てきた。違うの、本当はね、私ようやくいけたわ。だいぶ時間かかった。あら、ベル、おはよう。おはようじゃねえわ、お前。お前に呼びかけるってどんだけ時間かかったと思う。 Z キーがなかなか Z キーがなかなか反応してくれんでさ、なかなか呼びかけれんでさ、今ようやくできたわ。おはよう。ようやく目覚めたんだね。疲れた。正直結構疲れた。む、何よ。まだそんなに遅い時間じゃないでしょ。そういう意味じゃないよ。まあいいや。僕向こう行ってるね。ねえ、ベル、誰って子を知らないかしら。このぐらい小さくて、この家の妖精たちと同じぐらいの大きさで。いや、ベル見てないからな。え、誰がどうしたの？この家の妖精って。だから、ほら、この家には昨日まで5人の妖精がいたでしょ？今日は4人しかいないみたいだけど。全く言ってる意味がわかりません。どうしよう。アンジェが何を言ってるかさっぱりわからない。妖精たちも、このお菓子の家も、みんなとっても可愛いわよね。うふふ。ははは。ベル、ちょっとアンジェの気違いなんかを映ってきてる気がする。そうだね。もうどうしようもない。どうしようもないですな、これは。はははアンジェ、やっぱりああなってるってこと、ああなってる時のことは覚えてないんだ。吸血鬼について調べなきゃ。何か資料はないかな。あったやないか。昨日見たやないか。資料のこと忘れとんちゃうか。てか、傷増えとる。ここ傷なかったやろうが。一箇所、ここ通れただろう。あんで隣におるので普通に下におります。え、資料ってこいつのことじゃなかったっけ？え、資料ってこれのことじゃない？吸血鬼の資料って。あ、そうかそうか。この、なんか参考のことがまだ何のこっちゃの状態だったんじゃ。で、調べても何も出てこなかったから気にしなかったってことで、このイベントのフラグが立ったけん、ここじゃないわ。玄関ってことはこっちか。ここに出てきとるわけじゃ。違うん？え、そういうことじゃないんじゃ。え、どういうこと？何言ってるのか全然わかりませんな。あ、ここだったんかい。微妙やな。玄関口付近って何のこっちゃねんの状態やん。隠れ家村に深く関わる吸血鬼について。隠れ家村に古くから吸血鬼伝説がある理由、それはカノン村こそ吸血鬼が作った村だからである。その創始者である吸血鬼はカノン村の村人の先祖であるという伝承もある。彼は隠れ家村が人間の村となった後も、自らの故郷を愛おしく思い、たびたび訪れ、また自分を追い出した憎い村人たちを殺戮するという、吸血鬼の特徴。1、不思議な目。2、鋭い牙、尖った耳。3、血に飢える。4、彼らにとっての月は赤い。ベルも確かに耳があったり、目が不思議だったり、鋭い牙だったりで、まあ、吸血鬼の血があるけん当たり前やけど。常に仲間を欲する吸血鬼たちは、村人を殺す以外にも、自らの仲間として迎え入れるため、人間を吸血鬼へと変化させる術を持っている。術を持っている。その手段は二つあり、片方は噛むこと、もう片方を血を分けることである。噛むことで、
噛む方の甲でアンジェが吸血鬼になってしまったみたいな感じなんかな。噛む、もう片方に比べ比較的リスクの少ない集団。吸血鬼に噛まれ仲間となった種族はゴーダーと呼ばれる。ゴーダーか。血を分ける。吸血鬼の血を人間に分ける手段。彼らの血を受け入れられる人間をわずかでハイリスク。この手段で吸血鬼になった者はハーフと呼ばれる。輸血やな。とりあえず要するに輸血やな。で、血の量的でハーフとゴーダーって分かれとんかな。4分の1なんやな。噛んだら4分の1が吸血鬼の血になりますよみたいな感じなんやな。種族について。ベル、ベルったら本なんて読んでるの？あ、アンジェ、かまてちゃんだ。あ、アンジェ、本なんか読まないで私と一緒に遊ぼうよみたいな、話しましょうよみたいな。隠した急いで隠した。なんだい、なんで隠すのよこれ、勘違いされるぞ。ベルがエッチな本読んでるよって勘違いされるぞ。ちょっとね、アンジェにはまだ早い本だからね早い本って年齢的な意味で早い本じゃないだろうな。そりゃ君の正体を調べてますなんて言えるわけないだろう。何よ、良くない本でも読んでるの？ダメよ、そんなのベルにはまだ早いわ。こっちに渡しなさいよR18 の方で考えてるだろ、アンジェ。ちょっと、吸血鬼についての考察と剣。わあ。ねえ、そんなことより今日はいい天気だよねごまかす下手くそやな。話そらず下手くそやな。窓は打ち付けられちゃってるけど、ベルには天気がわかるのボケツ、ベル、ボケツを掘る。いや、そのとにかく何でもないんだ。何や、もう、あ、危なかった。戻しておこう。いや、アウトっぽかったぞ、アウトっぽかったぞ。アンジェがアンジがそんなに、アンジが鋭くなくてよかった感じやん。よかったの危ない。もう一度手に取るで何やろう。気になるけど、これは次回に回します。いやー、疲れた。ボートのアンジに3回呼びかけるのがすごい時間かかった。なんか Z キーの反応が悪いんか、ようわからんけど、とりあえず時間かかった。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。あ、アンジェ、ちょっとね、ヒリヒリ凶暴になっていませんか？何があったんですかね、こう夜の間に。え、次の日とか見かけたら、今度は5回呼びかけないといけないとか、そんなことにならないでほしいんだけどな。